ボールを触る前にしっかりと落下地点入る必要があります。山の頂点、この辺をめがけてボールをしっかりと落とす。涼介バレーボール TV。 こんにちは、涼介です。今回なんですけれども、二段トスの上げ方のコツをご紹介していきたいと思います。二段トスはセッターに限らず、リベロ、そしてサイドスパイカー、そしてセンターの方など、いろいろな人が上げる場面というのが出てきます。ですので、しっかりと乱れたボールをサイドスパイカーにつなげて、ポイントが取れるような形の場所に上げられるように練習していきましょう。はい、ということで、まず一つ目のポイントなんですけれども、上げたい場所にしっかりと体を向けるということです。仮にこの辺にボールが上がってきて、二段トスを上げるときにしっかりと上げる場所に体を向けてトスを上げるようにしてください。レフトの場所にトスを上げたいのに体が横になってしまって、このような体勢でトスを上げてしまったりすると、うまく上げたい場所にボールがいかなかったりとか、ドリブルの原因になってしまいますので、しっかりと上げたい場所に体を向けてからトスを上げるようにしてください。この上げたい場所にしっかりと体を向けるためには、ボールを触る前にしっかりと落下地点に入る必要があります。ゆっくり準備してセットしてしまったりすると、先ほども言ったように横で取ってしまったりするので、ボールを触る前の準備として早くセットをして体を向けてトスを上げるようにしてください。次のポイントなんですけれども、ボールを触る前にしっかりと腕のセットをしておくということです。どうしても二段トスを上げるときに、手を下に下げた状態から手を上げてトスに行く人がいるんですけれども、このようなトスの上げ方をすると手がバラバラになってしまうケースがあります。そうならないためにも、しっかりとおでこの上で手をセットした状態からトスを上げに行くようにしてください。先ほども言ったように、下から上げると腕をぶらしてしまう原因になりますので、トスに行けるような体勢で手もしっかりと上げておくようにしてください。そして次なんですけれども、ボールを触るときになるべくボールの接地時間を短くするということです。二段トスは山なりの高いトスを上げます。このボールを高く上げてコントロールするには、しっかりとボールを弾いて上げる必要があります。トスを上げるときにボールを突くという言い方をすると思うんですけれども、この突くような感じで高くボールを上げるようにしてください。どうしてもボールの接地時間が長くなってしまうと、弾く、そして突くということができなくなってしまって、高く山なりの二段トスが上げにくくなります。ボールを入れすぎるとボールを弾くということができなくなるので、ボールの接地時間を短くして弾くような形でトスを上げるようにしてみてください。そして次のポイントなんですけれども、二段トスを上げるときに山の頂点にボールを突き上げるようにトスを上げるということです。仮にあそこのレフトのポジション、あの椅子があるところに二段トスを上げたいときに、レフトのポジションを通り越してボールが奥に行ってしまったということがあるかもしれません。あそこの椅子があるところにボールを落とすということを考えているのではなくて、ここに上げようと思って頂点を椅子の上に作ってしまうとボールが流れてしまいます。ですので、ここで考えるべきポイントとしては、自分がいるポイントから椅子のあるポイントにトスを上げるときは、山のアーチを描くときに山の頂点、この辺ですね、この辺をめがけてボールをしっかりと落とすということです。ですので、自分のいる場所からトスを上げるときに、この辺の頂点に向かってトスを突き上げて上げるということです。ですので、仮に僕がこのライトポジションからレフトにトスを上げたいときに、山の頂点はこの辺になります。この辺に山の頂点が来てボールが落下していって、レフト側にボールが落ちます。ですので、この辺の天井をめがけてトスを上げて、ボールを落下させるような感じでトスを上げます。今ご説明したように、椅子のあるポジションにトスを上げたいと思って、トスの頂点を椅子の上にするのではなくて、今いる自分のポジションから椅子の間の頂点にしっかりと
トスを突き上げて椅子のあるポジションにボールを落とすようにしてみてください。次のポイントなんですけれども、トスの上げ終わりはしっかりと腕を伸ばすということです。どうしてもトスを上げるときにこのように腕が伸びきっていない形でトスを上げてしまうと、ボールにしっかりと力が伝わらなくてボールが届かなかったりとか、小手先で上げてしまうのでドリブルの原因にもなってしまいます。ですのでしっかりとボールを送り出すように、トスの上げ終わりはしっかりと腕を伸ばすような形になるようにしてください。上げたい場所に腕を持っていって腕を送り出してトスを上げるようにしてください。はい、ということで今回は2段トスの上げ方をいろいろとご紹介しました。ぜひ今回したポイントをいろいろと実際の練習で活かしてやってみてほしいなと思います。ぜひチャンネル登録評価よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。